注意。この動画は一部間違った内容や偏った見方があるかもしれません。面白くなかったり違和感を感じた場合はブラウザバックをお願いします。また作成者に不快をかけるコメントは控えていただきますようお願いいたします。トレインキッズ。そりゃ、夏休みが終わっちゃったね。そうだね。夏休みって長いイメージがつくけど、あっという間に終わるもんだ。私は26日から学校だもん。もうちょっと遊びたいな。僕は9月から幼稚園が始まるよ。そういえば、社長さんが小学生や中学生などの頃は、8月31日まで夏休みだったそうだよ。昔の学校は8月31日まで夏休みだったけど、今では地域によって異なるんだよね。ちなた、そら、また夏休みの話か？あ、パパの声がした。実は私の夏休みは、8月31日までだったんだよ。私もよ、8月31日まで夏休みだったのよ。パパとママの夏休みは8月31日までだったんだ。社長さんと同じだね。昔の人はいいな。私は8月26日から学校だよ。そうよな。学校でも友達と会えるから、楽しくやってくれ。そうね。学校や幼稚園に行けば楽しいことがあるから、二人とも、頑張ってね。そうだね。これからが楽しくなりそうだよ。お姉ちゃん、お互い頑張ろうよ。そうだね、頑張るよ。今回紹介する電車は、阪神電車の普通専用車、5700系だよ。お、見た感じだと1000系みたいな電車だね。5700系は、2015年8月24日から運行を開始した新型車両で、旧型車両、5001型などの車両を置き換えと、一部の5500系の、向川線転属車両を置き換えるために作られたんだよ。そうなんだ。今年で8年に経つんだね。ちなみに普通専用車は、ジェットカーという愛称があるの。え？普通専用車なのに愛称がジェットカーなの？阪神のジェットカーは、日本一加速性能な車両で、短い距離の駅間を高速で走れるよう、優れた加速、減速の性能を持っており、走る様子がジェット機に例えられたことが由来だそうなの。なるほど、それでジェットカーと呼ばれるようになったんだ。旧型車両では、機動加速度 4.5 キロ符を誇り、車齢が高い上に内装型の車両に比べて、はるかに見劣りするものの、現在も各駅停車の主力として君臨し続けているんだって。新型車両などでは、機動加速度は 4.0 キロ符と、上の3形式には劣るが、高速域の加速度が向上し、滑らかな加速を実現したよ。そうなの？なんか面白い電車だね。なお、5700系は、シルバージェットという愛称が持っているんだって。続いて、2016年に、鉄道友の会ブルーリボン賞を受賞し、阪神の車両としては初めて受賞されたんだよ。そうなんだ。この電車がブルーリボン賞の初受賞なんだ。そのため、期間限定でラッピング電車としても走らせたそうだよ。あ、今画像で出ているあれだね。また、2015年11月8日には、ザ・鉄腕ダッシュというテレビ番組で、電車リレー対決の復刻版として、TOKIO VS 阪神電車リレー対決が放送されたんだよ。この電車は、ザ・鉄腕ダッシュも放送されたのか。僕、まだ生まれてないじゃん。私もまだ生まれる前に放送されてたから、よくわからないな。ちなみに、5500系を用いて行われた1998年以来、17年ぶりの対決となったの。じゃあ、昔は5500系の対決があったんだね。当時は相当盛り上がったそうだね。さあお待ちかね、車内を見ていくよ。車内はこんな感じだ。ふむふむ、さすが最新型車両だね。車内が青くなっているよ。普
通電車としてはふさわしい車両だね。快適さもいいので、乗り心地も良さそうだよ。車内案内表示器は、東芝製のハーフサイズ32インチ LCD 式を採用されているんだよ。駅の案内だけじゃなく、広告も表示されるよ。あ、これ阪急線系などにもついているよね。とても見やすかった。各駅に、階段、エレベーター、エスカレーターを案内してくれるから、ありがたいよ。5700系には、最初から半自動ドアボタンが搭載しているよ。これは JR にも搭載しているよね。そう、これは車内温度を保つため、ドアを手動扱いとされるの。つまり、開けるのボタンを押すとドアが開き、閉めるのボタンを押すとドアが閉まるという形になるの？そういうことだよ。車内に入る人は、ドア横のボタンを押して、車内に入り、誰も乗り降りしない人は、ドアを閉めましょう。でも、ドアを閉める際は、乗車するお客さんに気をつけてね。座席は、7人掛けのロングシートだよ。他の車両は8人掛けなのに1人減少しちゃったね。まあ、座りやすくするため7人掛けしたみたいだね。あと、痴漢対策するため仕切り板もついているよ。優先座席付近のつり革はライトグリーンになってるよ。優先座席がわかりやすくなるよ。これは。今回はここまで。阪神電車の普通専用車の愛称は、ジェットカーと名付けられたの。どの普通電車も、ジェットカーと呼ばれているんだ。本当は速く走れるもんね。そうだよ。5700系は、ジェットシルバー5700と呼ばれているの。なんだか面白いな。ジェットカーって。良い子のみんな、次回もお楽しみに。バイバイ。